BTS ジョングクの熱愛に迫る。彼が、いろいろな女性アイドルと噂される理由とは？文章、こんにちは。皆さん。記者のプロの専門家です。今回は、世界的に人気を誇る韓国のアイドルグループ BTS のメンバー、ジョングク、についてお話しします。彼は、そのルックスや才能、そして魅力的なパフォーマンスで、多くのファンを魅了していますが、彼の熱愛については、様々な噂が絶えません。まず、なぜ、ジョングクはいろいろな女性アイドルと熱愛の噂が絶えないのでしょうか？それは、彼の人気と魅力が大きな要因と言えます。ジョングクは、圧倒的な歌唱力とダンスパフォーマンスで知られており、その才能に惹かれる女性アイドルも少なくありません。また、彼のルックスや性格も魅力的であり、多くの女性が彼に惹かれるのは当然のことかもしれません。さらに、最近では、三浦大知さんが BTS のダンスに憧れているという噂も聞かれます。彼は、日本の歌手であり、ジョングクのダンスに感銘を受けたと公言しています。このような噂が広まることで、ジョングクの人気はさらに高まり、熱愛の噂も増える一因となっているのかもしれません。さて、ジョングクの好きな女性のタイプについてですが、彼自身は公には明言していません。しかし、噂では、彼は明るく元気な女性を好む傾向があると言われています。また、彼の歌詞やインタビューからも、彼が純粋な愛を求めるタイプであることが伺えます。ファンの皆さんは、ジョングクの好きな女性のタイプについてどのように思われますか？ぜひコメントで教えてください。一方で、BTS のメンバーである、テテの好きなこのタイプについても、噂が絶えません。彼の好みは、個人のプライベートな領域であり、ファンの間では、様々な憶測が飛び交って、います。皆さんは、テテの好きなこのタイプについて、どのように思われますか？ぜひコメントで、教えてください。最後に、BTS のメンバーであるジョングクについてのさらなる噂についてお話ししましょう。彼は女遊びが多いと言われることがありますが、実際のところはどうなのでしょうか？私たちが確認できる情報では、ジョングクはプロのアーティストとしての仕事に全力を注いでおり、恋愛にはあまり時間を割いていないようです。ただし、彼の魅力的な外見や人気から女性との噂が絶えないのも事実です。また、ジョングクとトワイスとの匂わせの噂についても触れておきましょう。これについては、ソースが明確ではなく、ファンの間でも意見が分かれています。私たちも、真相を確かめることはできませんが、ジョングクとトワイスのメンバーたちが親交を深めていることは事実です。ただし、恋愛関係については、彼らのプライベートな領域であり、私たちは推測することしかできません。以上、BTS のジョングクについての熱愛に迫るお話でした。彼の人気と魅力から、熱愛の噂は絶えないようですが、真相は彼らのプライベートな領域にあります。ファンの皆さんは、ジョングクの熱愛についてどのように思われますか？ぜひコメントで教えてください。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。